ジャス7日です。今回はですね、BO2 アバカンドミネーション、このマップ覚えてますか？なかなか追加マップの、ね、橋の上なんですけど、まあこれは置いといて、今回話すのはね、皆さんの武器についてのお話をしたいかと思います。皆さん、どうですか？ BO2 で一番好きな武器って何ですかっていう話ですね。まあ僕はね、スカーっていうイメージがすごく強いと思うんですけれども、好きな武器と言われるとね、結構悩むんだけど、このねアバカンも結構好きなんですよ。でもやっぱりドミネーションのね、なもうこれだって時に出す武器はスカーでしたね。結構ね、他の武器にもいろいろ思い入れがあるんだけど、チームデスマッチをメインでやってた頃って僕アバカンなんですよ。なんでかっていうと、チームデスマッチって瞬間火力で何人かを一気に捌くってことがあまり必要なかったりとか、あとは敵と真正面に打ち合う必要がなかったりしたんで、だからなんだろう、サーチやってる人とかだったら M27 とかさ、そっちの方がさ、結構人気なのではっていうね、だから精度を取るっていう意味ではね、だからそこで言うとね、いろんなものがあるんだけど、でもね、個人的にスコーピオンエボもね、あ、この動画最近よく動画見させてもらってます。メッセうわいいな、これめっちゃ関係ないことごめんね。いいな、昔こうそうなんですよ、メッセージ送ってくれる人いたんですよね。めっちゃ、まあ今皆様のね、コメントくれるのもめちゃめちゃ嬉しいんだけど、この試合中にこういうことがあるっていうのもすごい今懐かしい気持ちになってた。いやーいいですね。で、話を戻すとね、スコーピオンエボもね結構好きだったんですよ。まあドミネーションやってると大抵ね、高火力武器っていうのにもうなんかもう縛られるというか、もう高火力武器じゃないとなかなかね、同じ武器で打ち合った時にアバカン VS、まあ、スカーだったらアバカンが勝つことってそんなになかったりするんですよね。そんなにって言ってもあれだけど、シチュエーションによるんだけど、だからそういうルールによってもね、かなり得意武器、好きな武器っていうのは変わってくると思うんだけどね。まあ変わり種で言うと、変わり種で言うとね、僕はそうだね、この BO2 の中での、クロスボウとかもね結構好きだったんですよ。この当時のクロスボウはね、だから BO3 までは結構クロスボウ好きだったんだけど、それ以降のクロスボウっていうのはネタ枠じゃなくてもガチの外役武器枠になっちゃったから、あんまりいい思い出ないかもしれないんだけど、ここまでのね、クロスボウっていうのは縦、まあ、サーチやってる人だったら縦とかがいた瞬間にトライボルトつけたクロスボウ打って対策をしてたと思うんですけど、まあそういうね、やっぱなんだろうな、アンチ武器、縦に絶対勝てる武器みたいな、まあ、セムテックスもそうですよ、ああいう武器的なところでもね、人気はあったと思うんだけど、結構ね BO2 の武器ってもうなんかこうキャラクターが結構分かれてて、なんか同じようなっていうやつはあんまりなかったりするんだよね。なので結構意見分かれて、個人的にね、この BO2 の中の武器で、なんだろうな、やっぱり使いたかったけど使いこなせなかった武器もね、実際あるんですよ。M8 皆さん覚えてますか？4点バーストの、アサルトライフルなんですけど、あれ結構好きだったんだけど、めちゃくちゃね、火力がね、まあ、ワントリガーキルできないような、武器でして、なのでちょっとね、ドミネーションで使うにはね、なかなか使いこなせなかったね、あれはね。だから M8 とか M27 とか、M27 の方が楽なんだけど、M8 とかってもしかしたらサーチ&デストロイで使ってる人結構いたかもしれないですよね。サーチはね、やっぱり点で待ってる人、多いんで、そういうところに銅で入れると、反射がなかったら確かワントリがいったんじゃないかなって、確かね、おぼろげな記憶ですけどね、思ったりするんですよ。それとかみんながね覚えてる中で言うと、そういう扱いがちょっと難しい武器で言うと、タボール MATR ですよ。
MTAR だね。マイクロタボール。マイクロタボールがね、難しい。なぜなら横ブレが入るからなんですよね。この当時の FPS っていうと横ブレはあまりなくて、もう言ったら縦ブレがメインで、横ブレちょっとちょろっとあるかなぐらいで、そんなにはなかったんだよね。横ブレというか斜め上に上がってくとか、そういうなんかあの規則性があったりしたんだけど、マイクロタボールだけはね、あれはね、ちょっと難しいところがねありましたね。だから個人的にその AR のジャジャ馬加減で言うとマイクロタボールがトップに来て、でどうしてもねなかなかこう使いたいけど使いこなせなかった枠に M8 がいたりとかするわけなんですよね。サブマとかも結構あるんだけど、サブマでも基本的にどれもこれもいい感じなんだけど、同じ使いたかったけど火力的なところで厳しかったのがベクターですよ。ベクターの弾って別にね他の SMG と比べて実際リアルの話で言うとめちゃめちゃいい武器なんですよね。めちゃめちゃいい武器で火力とかそんな関係なく弾のねあれが変わらないから結構いい武器なんだけど、この中で言うとちょっと精度がある高レート SMG もどきみたいな感じでスコーピオンエボとちょっと違うんだよね。スコーピオンエボほどの火力はないけれどみたいな感じのね、ブレが素直なベクター結構好きでしたね。ただ使いこなすとなると難しかったな。だから個人的にスコーピオンエボかな。 SMG とかで言うとね、 LMG とかだったら LMG はね、そうですね、 LMG とかだったらなんかLSAT みんな絶対使うけど、だから LSAT か MK48 かの MK48 サーマルかサーマルサプかLSAT ファインダーってイメージがあるんで、他の QBB とかハマーとかって覚えてるかな。なかなかね何でしょう、使ってる人はいなかったよね。おー、ロードスター気持ちええな、これ。今見ても気持ちよさそうにやってるわ。これやっぱ強えな、ロードスターは。個人的にこのコールオブデューティー、このリスキル、このBO2のさ、このさ、カメラに映らないだけでリスキルできるってところが結構えぐいよね、この作品は。で次のところにショットガンね、ショットガンとかもレミントンはもうみんなね通る道というか、あれレミントン使ってんじゃんみたいな感じになると思うんだけど、 KSG が僕はダントツで好きでしたね。やっぱりなんかスナイパー要素あるよね。スラグダウンを放ってこうね連続キルかましたニュークタウンは結構気持ちいい。ただその精度が求められて集中力とその日のコンディションにかなりね左右される武器だったんですけどね。 M1216 とかもほとんど使ってる人いなかったけど、あれもまあ色物としては結構好きな SSG ですね。 SG ショットガンでしたけどね。スナイパーもねやっぱり DSR かバリスタかって感じのところだけど、僕はバリスタ派でしたね。 DSR も良かったんだけど、やっぱりなんかちょっと難易度がちょっと上がってる方がさ、なんかかっこいいみたいな風習あるじゃん。だからセミオートライフル、まあ、セミオートスナイパーはそういうとこで言うとちょっとなんかなんだろうな、価値かな、連続キルの価値がちょっと低かったりしたっていうのもちょっと当時のね思い出としてありますよね。でハンドガンとかもさ5-7とかで使ってた5-7使いの人はめちゃめちゃ連射早かったりとかしたんだけどね。そういうねあれがあったんだけど、僕は B23R が好きでしたね。エクスキューショナーも良かったんだけどね、ネタですね。ショットガンリボルバーライフルはネタですね、間違いなく。もう突出して何でしょう、ちょっとどうしたらいいんだろうみたいな、レンジがねそんな感じでしたね。だからナイフ持った方がみたいな場面が、でもどうナイフよりか強いかな。ランチャーとかはもう RPG とか回す、そうですね、スマウとか RPG とかよりも僕は対空意識高かったんでそっちの方積んでた気がしますかね。
バリスティックナイフとかもさ、たまに使ってる人いたじゃん。あれもね、なかなか職人というか、もう偏差射撃ですよ。BO2 って本来ほとんど偏差がないというか、ほぼまあフラグとか投擲物、アックスとか。だからナイフでね、めっちゃうまい人いると、アックスもぶち当ててくるし、開幕で。で、それでなんかあの、バリスティックナイフもサクサク当ててくるし、あれは本当になんか一種の化け物でしたね、今思うと。うん、そういう人たちがね、一時期ね、いたりしたんだけど、今はそういう要素なかなかゲームに含まれないんで、どうなんでしょうかね。昔はだから開幕アックスでサーチ&デストロイ決めてくるみたいな、そういうなんかポジションみたいなのも研究ありましたしね。まあそんな感じで、今回はね、みんなの好きな武器なんですかという感じで、どうだったでしょうか。みんなの好きな武器ね、まあ僕以外にもやっぱり使ってるルールとかでね、使い方がかなり変わると思うんで、ぜひともね、こう使ってたよっていう、そういうコメントもお待ちしてます。それでは次回もかかってこーい。音ができましたね。あれ、ゴードスターは威力ありますよね。 B2 ウォーシップよりか僕いいと思いますね。あれの方が上ですけど、まあというわけで、それでは次回もかかってこーい。